ホーム改札口大港駅は青森県むつ市大港新町にある東日本旅客鉄道大港線の駅。大港線の終着駅である。井戸では一つ手前の下北駅よりわずかに南に位置するため本州最北端の駅を名乗ることができず、てっぺんの終着駅という看板が駅玄関に取り付けられている。かつてはこの地に大港海軍航空隊が所在し、 当駅の乗降客も多く周辺商店も活気づいていた。しかし、大港町と田辺町が大港田辺市として合併する際に市役所が田辺地区に設置されたことなどもあって、以前に比べると利用頻度が低い。東端式ホーム2面2線を有する地上駅。かつては引き込み線がある2面3線で、大港線、大畑線機動車が配置されていた。 大港運転区があったが、留置線一本を残して拒され、さらちになっている。ただし当駅での夜間大白は設定されている。直営駅。管理駅として大港線の各駅を管理している。駅舎には緑の窓口、タッチパネル式自動券売機1台が設置されている。以前は売店も出店していた。JR 東日本によると、 2020年度の1日平均乗車人員は73人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。むつし中心部の最寄り駅は下北駅である。ありがとうございます。